ヤエルナイムは、フランス生まれイスラエル育ちのシンガーソングライター。2008年に、彼女の曲、ニューソウルが、アップルのノートパソコン、MacBook Air のテレビ CM に採用されたことで、人気を博した。1978年に、フランスのパリ市で、ユダヤ教徒のチュニジア人夫婦のもとに生まれる。4歳の時に家族と共に、イスラエルのラマとハシャロンに、 移住、幼年期をこの地で過ごす。引っ越し先にピアノがあったことがきっかけで音楽と出会い、クラシックピアノを10年間習う。12歳の時に父親の影響でビートルズに出会い、以後ポップスのフィールドに関心が移っていく。18歳の時にはジョニー・ミッチェルに傾倒し、歌詞の世界にも目覚めていく。その後、 テルアビブのジャズクラブでウィントン・マルサリスらと知り合ったことでジャズの演奏を試みるようになる。2001年にフランスでアルバムデビュー。2004年に現在のプロデューサーであるダビード・ドナティエンと出会う。ダビードの技術と想像力はヤエルの音楽の世界を素晴らしい方向に導き彼女の才能をさらに開花させるに至る。2008年にシングルニューソウルが 当時新発売で大きな話題製品だった MacBook Air の CM ソングとして起用され、このコマーシャルが全世界で一斉放映されたことで一躍有名となった。日本では前述の MacBook Air の CM2009 年にピクニックが日産キューブの CM ソングに起用されたほか2012年にドラマ最後から2番目の恋劇中で Go to the river, トークトークが使用された。2008年、2009年に来日公演を行っている。3回目の来日公演として2012年夏に富士ロックを含む4公演を実施。ありがとうございます。